バリー・アダムソンは、イギリス・マンチェスター出身のミュージシャン、映画音楽作曲家。1958年、マンチェスターのモスサイドというインナーシティに生まれる。10歳で自身最初の曲、ブレーン・ペインを書き上げた。アリス・クーパーや、モータウン、デビット・ボーイなどを熱心に聴くようになる。高校卒業後にストックポート・アート・カレッジに進学、グラフィックデザインを学び始めるが、 70年代後半のパンクロックムーブメントに触発され、大学をドロップアウトし、マガジンにベーシストとして加入した。また一時的にバズコックスのメンバーとしても加入している。マガジン解散後は、マガジンのメンバーと共にビサージに加入、ビサージ、アンビルのレコーディングに参加した。1983年にニック・ケイブ・アンド・ザ・バットシーズに加入。 1986年まで在籍し、4枚のアルバムのレコーディングに参加。その後はソロ活動に専念する。1988年に EP を発表し、翌1989年にファーストソロ、モッサイドストーリーという架空の映画のためのサウンドトラックをリリースした。1991年リリースのセカンドソロアルバムは、デルージョンという実際の映画のサウンドトラックだった。 1992年リリースのソウルマーダーは同年のマーキュリー賞の受賞候補作に挙げられた。その後、彼をお気に入りの作曲家と話す映画監督デビッド・リンチにくどかれロスト・ハイウェイ楽曲を提供。また、ザ・ビーチ等の映画に楽曲提供している。1998年のアズ・ア・バーブ・ソビロー以降の作品は彼自身の歌を聴かせる。 ボーカルアルバムへと変化し、バリトンの歌声を披露。近年は、アルバム発表に合わせた精力的なライブ活動を行ってもいる。その多彩ぶりから、DVD のメンバー紹介にて、デボートから、モニュメンタル、ミスター、バリー・アダムソンと紹介されている。2010年10月、自身が初めて監督している映画の制作に専念するため、マガジンを脱退。ありがとうございます。